米軍ハウスとは、第二次世界大戦直後に集中して建設された、配偶者のある、新中軍、在日米軍軍人のための一戸建て住宅の、俗称である。基本的には、米軍基地の敷地外にある、民間経営の賃貸物件で、アメリカ人向けの一軒家を指し、東京都の横田基地近くの福生市、水穂町、秋島市周辺にあるものと、立川基地に存在した。 アメリカンビレッジ、また、ジョンソン基地周辺にあった、集落塔が都とに有名。また、文献等によっては、基地内のハウジングエリアに建てられた一戸建て住宅を対象に含める場合もあり、その場合は、調布飛行場西側の通称、関東村と呼ばれたエリアなども含まれる。1970年頃から米兵が基地内のハウジングエリアに移り始めるとともに、 日本人青年が好んで住むようになり、そこから多くの有名ミュージシャンや小説家、画家等を輩出するという現象が起き、これらのエピソードは俗に、フッサ幻想と呼ばれることがある。ただ現在は老朽化のため取り壊されたり、建物が減損する場合でもリフォーム等により、内装が一新されていることが多く、建設当時の姿を留めている建物は数少ない。 米軍ハウスの正確な定義は難しいが、一般論としては、基地の外部にある民営の賃貸物件で平やか2階建てのもので、本国アメリカのいわゆるランブラスタイルを継承し、かつ、間取りがアメリカ人向けになっているものを指すことが多い。家の作りが玄関で靴を脱ぐという習慣がないことを前提としているのが特徴で、 玄関がなくドアを開けるといきなり今に入るタイプの家が多い。他にも集合住宅タイプが存在するが、これらは民間経営の場合でも、基本的にはビリッジのような一般人が立ち入れない場所に立っていたケースがほとんどなので、この限りではない。また、米軍基地が存在する沖縄にも、これと似た建物が多数存在するが、これらは地元民によって単に 外人住宅と呼ばれ、米軍ハウスと呼ばれることは、ほとんどない。ちなみに、本来の住人であるアメリカ人からは、オフベースハウス、ディペンデントハウスなどと呼ばれる。ありがとうございます。